バカとは、漢字ではバカ、バカ、バカ、ハカと,と表記するが、仮字である。ひらがなやカタカナでバカ、バカと表記する場合もある。日本語で相手をからかったり、罵倒するため、最も普通に使われる単語。甲の石で使うと刺激が強すぎることがある。甲自演によると、古くは僧侶の陰語であったものとされており、おそらく梵語の模はから転じた語だとされているが、 その他にも様々な説がある。この語は日本語で広く用いられているが、地域、使われる場、自分か他人に向けたかにより、意味やニュアンスは大きく異なる。例えば、関東地方では、一般的には、軽いあゆ程度で使われるのだが、近畿地方では、強い感情を込めて罵り倒すときに使用される、といった相違がある。聞き手の出身地によって、 バカの受け取られ方も大きく異なることには注意を要する。ジョージサビルがバカについて内部に対話を持たない人と定義したように比較的多く見られるニュアンスでは知識が足りないや資料が足りない、さらには理解の度合いが足りないという意味合いで用いられる。ただ、基本的に当人の理解しようとする意思や努力が不足しているとする傾向が強い。ちなみに、 バカは風邪をひかないの原義は、鈍感なので風邪をひいても気づかないであることが由来。類語の、アホーとの使い分けには地域による相違がある。関東では、バカは、軽い意味で用いられるのに対して、アホーというと、かなり強い軽蔑の感情を込めても用いられる。だが関西では、その反対に、アホーが軽いニュアンスで用いられ、バカは強い罵りの感情を込めても用いられる。 関東では、馬鹿は、ののしりの感情は込めずに用いる場合も多い。典型的な例としては、親しい間柄や恋人の間で交わされる会話が挙げられる。短所も合わせて付き合っている間柄などで用いられる。この場合の意味にはののしる意味はない。親しさの表現や、恥じらい、または、本気で愛しているを表現する上での不調のように、様々な局面で用いられる。 非常に親密な状態を示す尺度ともなり得る。何かに熱中するあまり、社会的常識を失ってしまったような状態も、バカという。これは何かに熱中するあまり、一般的な配慮や常識的な配慮が、なおざりになっている様子を指している。以下のような例がある。バカは多かれ少なかれ。 感情的な意味合いを含む言葉であるため、その用法は公的な場では制限されることが多い。例えば、所属組織の上司に向かい道具を用いると、社会人として致命的な状況に追い込まれる可能性がある。また、子供同士の他愛のない喧嘩などで、お互いにバカだなんだと罵り合うつかみ合う様がしばしば、見られるが、これははためには、 双方が馬鹿のように見える一つのケースである。さらに、動画を繰り返し用いると、相手の気分を害したり、人を見下す意味合いになる場合もある。馬鹿を強調する場合には前に、台をつける、大馬鹿が一つの提携である。そして、もう一つの提携としては、後ろに野郎がつく、馬鹿野郎がある。また、バカ者という、使われ方もある。さらに、強調ではなく、 個人を特定する表現でも、馬鹿者が使われる。これを強調する場合には、大馬鹿者が使われる。馬頭語同士の組み合わせとしては、馬鹿たれがある。逆に皮肉な表現としては、小馬鹿がある。馬鹿を汚く言う場合には前に、糞をつける、糞馬鹿がある。不器用ながらも一つの道を曲げずに歩き続けることで、何らかのものを体制する。 そのような姿をバカという場合もある。類似の表現として、愚直の一面がある。ややこしい考えや企みを練らなければ、生きてゆく上では、失敗や損もあるだろう。特に騙されることはあるに違いない。正直者がバカを見るとの言葉もある。これは、バカという単語を否定的に捉えているが、騙すのは罪だが騙されるのは、罪ではない。この観点から、 このような馬鹿は少なくとも正直者ではいられるという意味でバカが用いられることがある。上記とやや似ているが様々な状況を配慮し、それにそう形で物事を解決するような大人の判断に対して、それでは正義がまっすぐに貫けない場合がある。若者がそういった状況に耐えられずにまっすぐに進む様を馬鹿という例もある。 バカ正直などは場合によってはこれを意味する。あるいは若者の暴発しがちなエネルギーを指して、バカという例もある。例えば年齢を感じて、もうバカはできないなというのが、逆説的であるがそれを示している。他方、物事を考える力が弱く、うまく、物事を進められない場合、様々な失敗をすることになるが、その姿は、むしろ色々なことに気を使い、 先を読んで動かざるを得ない社会においては、一服の清涼剤ともなるであろう。前奏の一つの姿としての良感などはこれに近い。漫画、天才、バカボンのキャラクターであるバカボンのパパもそういう役割を担うことがある。遠藤周作の小説、おバカさんはキリストを模しているとされる。なお、より大きなバカは、大物となりうるといった表現は、 文学などで見ることがある。例えば、柴良太郎は、小説、幸運と流法にて、漢の幸素流法を、そのように描いている。語源についてはいくつか説があるが、決定的なものはない。ただし、文献による書出が、太平記における、馬鹿者であり、馬鹿という用法はそれより後世であることから、当初は、馬鹿者という熟語としてのみ使われたと思われ、 それを前提とした説の方が若干優勢であると言える。文献における出典は次の通り。南北朝時代の大兵器での馬鹿者の使用が初出である。初期の頃での馬鹿者は文明本説要集にある通り、老石を働くもので、現在の愚かの意味を含む言葉ではなかった。愚かを指す言葉には他に古代から使われていたカラスコ者があり。 そちらが使用されていた。バカが愚かの意を含むようになるのは、江戸時代の公職一代男あたりからである。関東地方はバカ、関西地方はアホであるとする場合もあるが、実際の分布状況はそう簡単ではない。大阪市の朝日放送のバラエティ番組、探偵、ナイトスクープにおいてアホと、 バカの境界線はどこかという視聴者からの依頼をもとに、下調査が行われた。この際に、名古屋で、たわけが用いられていたこと、番組に秘書として出演していた長崎県出身の岡部マリが、バカと言っていたと発言したこと、これを見た視聴者から、全国各地の、バカに相当する日本語の方言が寄せられたことなどから、出演者の上岡龍太郎の提案で、 より本格的な調査が試みられた。1991年、すべての市町村の教育委員会を対象にした、この種の表現の分布状況についての大規模なアンケート調査が行われ、その調査結果に基づいた特別番組が放映され、多数の賞を受賞したほか、日本方言研究会でも注目された。この制作過程を記した。 全国アホバカ分布公遥かなる言葉の旅路に非常に詳しい調査結果と考察が載っている。この番組で制作された全国アホバカ分布図によれば、バカは近畿異性でも帰って使われており、また全国各地の方言においてバカ以外の表現も数多く見られる。例えば、東北地方では本字なしという言葉やこれに似た言葉が多く見られるが、 バカ系の言葉や、たくらんけ、半角祭サイという言葉も見られる。愛知県は、たわけが多いと言われるがこれは、西部で、東部では、静岡県の一部などとともに、トロイ、トロクサイが多い。三重県や岡山県には、暗号という言葉が見られる。富山県、石川県、滋賀県高島市、鳥取県、島根県東部には、だら、だらずという言葉が見られる。 また、沖縄地方では、フリムンや、プリムヌという言葉が見られる。ボケなどといったその他の言葉も含めて、同心炎上に分布しており、同書ではその円の中心が長らく日本の首都であった、京都であると指摘している。これは、柳田国夫が、下牛港で考察している、他の言葉の分布状況とも対応する。馬鹿とアホのどちらが厳しい表現か、 概要の節で触れたように、関東の人は、アホと言われると非常に侮辱されたと感じる場合が多いし、関西の人は、バカと言われると非常に見下されたと感じる場合が多い。ややこしいのが、北海道で移住した人々がそれぞれに、バカ、アホその他の言葉を持ち込んだのだが、地域によって、どの言葉がより厳しい表現なのかが異なっている。これによれば、バカは、 アホーより古い言葉であるが、首都圏が、明治以後に、政治、文化の中心となり、山の手言葉を基礎に、標準語が制定されたため、これに類する日本語の基本が、バカになった、ということである。中国にはバカという、鹿の一種がいる。ヨーロッパや中東のアカシカに近縁で、北米北部というラシア大陸北東部に分布する、ワッピチのうち、北東アジアに住むものであり、 バカを、マールと発音する。バカの古い角が、脱落した後に申請する、妖覚を乾燥させたものは、漢方薬の六条として珍重されている。バカビ、タゴ清キ百鬼ヤコ絵巻江戸時代後期の妖怪絵巻に描かれている妖怪。馬の頭に、鹿の足がついており、顔は、バカという名を表したような、滑稽な表情をしている。近年、 バカという言葉がブームになっている。古典的にはこのような風潮はホルストガイアーのバカについて人間、この愚かなるものがヒットした1960年代まで遡ると思われるが、とりわけバカの壁の大ヒット以降、バカを冠した書籍が相次ぎ発刊されている。ただし、当のバカの壁については著者が述べたのとは違う意味で理解され、 言葉そのものが一人歩きしてしまったという点が、たびたび指摘される。また、平成の大バカモ門騒動というのもあった。これは、彫刻家の空ア明が、仏教大学に寄贈した石造りの門中にこの語が、彫り込まれていたのが発端である。仏教大学は、バカという言葉は大学には、不適切としてこの語を削ることを求めたが、 空がこれを拒否したことなどにより、大騒ぎに発展した。結局、門中は、仏教大学から撤去されたが、空の思想に共感した兵庫県思想群千草町が、この門中を引き取り、町内の二つの山の山頂に一本ずつ移設された。バカキャラとは、バカなキャラクターを意味する語である。落語においては、知恵の足らない、バカの代表に、与太郎がある。また、 常識を知らない、バカの代表にゴンスケなどがある。2007年頃から日本では、バカなキャラクターを売りにしたタレントである、おバカタレントがブームとなった。このブームのきっかけは、テレビのクイズ番組であるクイズ、ヘキサゴン2だと言われる。若手のスポーツ選手もクイズ番組でボケた答えを連発するため、このくくりに入れられてしまっている。アメリカで、知ってる。 日本語をあげよといえば、バカタレが高頻度であげられる。これは、日本からの初期アメリカ移民の出身地が、この語を多用する中国地方、九州地方であったことからと考えられ、映画、二世舞台のセリフの中でもたびたび聞かれる。太平洋戦争末期、日本の特攻兵器、桜花には、連合軍から、日本語のバカに由来する、バカのコードネームが与えられていたとされる。 中華人民共和国でも太平洋戦争後から現在まで無数に作られてきた抗日題材の映画やテレビドラマでは日本兵は口癖のように馬鹿野郎と口にするものとして描かれる馬鹿野郎は同じく日本兵の口癖とされるミシミシに次頻繁に中国のマスメディアに登場する日本語である中国語の馬鹿という漢字には 動物の赤鹿を指す意味である。インドネシア語には、日本による、占領時代の名残として、バカ野郎に由来する、バケロという単語がある。リールを用いない釣り竿である延べ竿を用いた釣りにおいて、特に渓流釣りでは、竿の長さに対して、道糸とハリスを合わせた仕掛けの前兆が長くなった、文を、バカを出すという。例えば、 全長3メートルの竿に対し仕掛けの長さが3メートル10センチメートルあった場合、10センチメートルが馬鹿となる。糸の巻き取り能力がない延べ竿を使う場合、竿より、あまりに、長い仕掛けでは釣った魚を取り込むという釣り最大の目的を達成できなくなる。このため仕掛けの長さは竿とおおむね等しいことが、望ましいが、 渓流の深場狙いや点から等といった漁法では、多少なりとも、馬鹿を出す必要がある。ネジを切る必要がないがネジを通すためには、必要な穴を、バカ穴という。例えば、ここに、バカ穴を開ける場合は、そこには、ネジ棒が通ることを意味する。建築現場では、鉱材などに、ボルト等を通すために開けた穴で、必要以上に大きいものを、バカ穴と呼ぶ。 トンネル工事などでダイナマイトを充填するために掘る穴のうち、実際には充填しない可能性のある余分な穴を、バカ穴呼ぶこともある。この説を取る場合、開国当時よりの学生語の由来にドイツ語系列が多いことを根拠としている。事実に本語を諸学するドイツ人は、例外なく W の綴りを部と読む。同様に原義から大きく変わった悪党とは逆の、 変遷をしてきたことになる。なお、同型の標準語で、タクラダがあり、タクラダ猫の隣歩きということわざも存在する。ありがとうございます。